そうそうそう、下の人たちもなんやかんやでこう幸せなのよ。そういうこと。いや、車通りも増えてきたね。あーあーあー、また燃えたか。ここら辺が燃えるのはもうなんか耐性ついてきたな、俺も。あ、まずい。まずい。あ、これまずいやつだ。もう見るしかできない。これまずいやつだ。はあ。何も言えなくなっちゃうよな、ここ燃えるとな。いやー、やっちまったわ。うっかりうっかり。まあ、結構すぐ復活してるけどね。もうほとんど復活したでしょ。ああ。もう出る言葉がああしかねえわ。でもなんとかなんとかなってるよ、なんやかんや。よし、全部戻るぞ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。こっち返しとくか。いやー、よかった。なんかこう下の町って歴史的建造物って絶対立たないよな、すぐ燃えちゃうから。どっかで常に燃えてるもんな。人増えたくない、これ。ほらプラスになってるぞ。これあれのおかげじゃない、あのプロップのおかげじゃない、この辺。やっぱ効果ありました。こっちで金取る時代になるか。もうちょっと増やそうかな。俺もそう思った。ベンチとかさ、ベンチが絶対みんな座るから必要になるじゃん。他は、あ、いいね、このポールとか。いろんな色あるんだな、これ。そんなこともわかる、こんな検証をしておりますが。検証にはなってないか。いや、ほんとプラネット理論と一緒だよね。美観が上がるんだよ、いっぱい物があると。もうほんとに、こんなんでいいのか、プラネットコースター。あ、違う、シスカだ、これ。もう今この瞬間だけプラコスやってる気持ちになってるわ。あ、地震だ。どこ？どこ？あ、この辺だな。水やられてるもんな。この辺っぽいね。よし、復活したな。よし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 。ちょっと待って、プロップ置き中だから、俺も忙しいからさ。俺もめちゃくちゃ忙しいからよ、今よ。よし、こんなところかな。これはもうジェットコースターだもんな。さあ、全部置きました。意味あるか、これ。本当に。ちょっとわかんねえな。ちょっと時間置かないとわかんねえや。見に行くか。ちょっと入場からやるか、入場から。あ、まず入りますわ、あとディズニーランド。あれ、第一のコーナーどこだ？あ、ここか。あ、意外とさ、ちょ、見た見た、今みんな。ほら、これ。意外と気づかなくない？俺のガサツな感じ。すごい、あ、燃えてるな。あ、ちょっと、あと。あ、これ、これはちょっとガサツな感じ、見え隠れしてるな。見え隠れしてました。あ、これあれだ。あ、でもなんかこういう置物みたい。あ、こういうか、これだけ違うな。これも違うな。この辺だけ資材置き場になってるね。へー。すごいね。うわー、あ、この映像だけ見たらさ、プラネットコースターじゃないこれ。このカットだけプラネットコースターだわ。すげえ。しかも今2台さ、こう、ジェットコースター見えてるから、すごく壮大なジェットコースターに見えるね。いや、よかったよかった。で、なに、港からの道が消えてるって？え、んなことなくね？大丈夫そうじゃない？ほら。うん、大丈夫だよな。大丈夫じゃないかもね。ここだね。
こだね。なんか港からの道どころかいろんな道がなくなってるよな、ここな。よし、オッケー。これまたマイナスが大変なことになっちゃうわ。まあここ通れなくてもいろんな回り道あるからな、この街。そういう意味では災害に強いよ。で、そしてお金が19万まで返ってきた。意外と溜まってたね。また新しい区画行かないとな。まあ、こっちかな。か、反対側にして安全なところにするか。でも、1タイル買うだけじゃダメだもんな。こっちな。2タイル買わなきゃダメだから。ここ買うか。で、この辺に人住まわすか。まずは。とりあえずこんなもんでいいかな。まあ、住宅地区にして、この辺も住宅かな。で、産業も普通に建ててあげたいんだよね。うん、いいね。あと商業足りなくなってきた気がするから、ここら辺商業にしてあげよう。で、水と電気をはわすと。うん、いいでしょう。オッケー。で、そうだね、ここを、あ、なってる、レゲパンになってる。レゲパンじゃない、維持費の人たちになってまーす。大丈夫。まあ、こっちまでとりあえずはしてあげよう。よし、オッケー。さあ、これでみんな維持費の人たちよ。上の人のなんか死体問題がやばいな。死体死体がやばい。あれ、火葬場なかったっけ。そんなになかったか。うん、なんとかしてもらおうね。そう、死体なんか崖から落とせばいいのにね。頭悪いよな、こいつらな。でもプラス2万とか1万5千とか2万とか1万6千とかなんかフラフラしてるけど、だいぶいい感じになってきてるぞ。上と下の人口、あ、見てみるか一回。神様タウンの人口、はい、1万846人。あ、今半々ぐらいだ。じゃあ、維持費の人11,986人。すごいね、同じぐらい。平均値が1な。で、11,900人中、労働者が5,150人に対して、神様タウンの人たちは労働が3,500人。うん、結構働いてるね、思ったより。そう、これとこれ同数なのすごいよね。高密度がすごいっていうのがよくわかるよね。相変わらずの1 そうそう、まさかの1なんだよね。1ってあるんだって思うぐらいすごいよな。あ、こっちも死人出てきてるね。こっちはなんか真面目に足りなさそう。火葬場って建ててあげてないんだっけ。別に建ててやってもいいんじゃねえ。ダメ。いや、建ててやってもいいよな、1個ぐらい。いや、死体燃やしたい時だってあるよな。上の死体はあと時間だと思うよ。なんか 4,5 個いたから、あの霊柩車がぐるぐる回ってる間にうまくいくと思うわ。また燃えてんだけど、ここここ燃えやすすぎないか。いつもそこ燃えるためにここ壊されちゃうんですけど。ヤーマン、ちょっくら葉っぱ吸ってくんわ。じゃあな。こいつやっぱいいな。もう決まっちゃってるもんな。あ、今マイナスのターンに入ってる。これはナフサもっと作るしかないな。今お金があるうちにナフサ作ろう。ナフサふさふさでいきましょう。石油もちょっと足すか。さあ、しっかり行こう。そうそうそう、下の人たちもなんやかんやでこう幸せなのよ。そういうこと。どこいても幸せなもんは幸せだし。俺が言いたいことだったかもしれないな。そうではないと思うけど多分違うとは思うけど。ナフサふさふさだ。よかったよかった。ナフサの備蓄が減ってきてるよ、ほら。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あと、Twitter で配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画は、ご覧の方々の提供でお送りしました。